この子の年齢が飼い始めて何？8年。間違えてますかね。9年です。9年過ぎてるか。9年過ぎてますね。ということはじゃあ、2013年だ。13年ですね。その時、飼い始めた時の大きさは？大きさはベビーで、なんかこんなケースで買ったので。あ、本当。じゃあまあ、これ3ヶ月ぐらい。3ヶ月ぐらいにしましょうか。そうするとじゃあ、12月ですよね。だから9月。9月24日って言うんですか、誕生日。大体で。で、今まで大きな病気したことは？ないです。ない。すごいね、この回は。もうだいぶ寿命ですよ。うん、確かに。5年過ぎると結構寿命にはなってくるんですけどね。で、この子は何？主食は何？レッドローチっていうの小さいお気分をずっと食べて。これ、死んでるやつ、生きてるやつ。生きてるやつです。あ、本当カルシウムとかはつけてます。あ、かけてます。かけてビタミン D もつけたりつけなかったりっていう。なるほど、基本カルシウムはかけてる。はい、かけてます。たまにビタミン D。はい。なるほどね。だったらいいんですけどね。昆虫だけではなかなか辛いんでね。で、その子が食欲ない。いつ頃から食べないんですか。食欲も2ヶ月ぐらいはだね。本当で、うんちって、うんちおしっこってさ、一番最近したのはいつです？最近は今日していて、水分は、最近多分私もずっとこの子見てるわけじゃないのでわからないんですけど、自分で取れてないような感じがするので、スポイトであげると飲むので、スポイトであげてはいるんですけど。私今パッと見て気になるのはこの息遣いね。こう体で呼吸して、ちょっと6秒かけてくれる。スタート。ストップ。まあ、6秒で3回ぐらい。1分で30回ぐらい。まあ、無理やりね。ちょっとその体重とか測ったことあります？昔は測ってました。なんか大きい時 100g ぐらい。100ありました？はい、ずっと。今が65ですね。もう最近は測ってないですよね。測ってないです。はい。大きい時は100ありました。はい。すごかったんです。だからすごい心臓が遅くなってしまって。でも顔見てもさ、顔色ってわからないんで。これが顔色、真っ白ですよ。うん、そうなんです。舌が白くなっちゃう、ね。そうそう、真っ白で。真っ白ってことはどういうことかっていうと、すごいね、真っ白だね。はい、もう一回入れます。はい、真っ白ってことは貧血なんです。貧血ということは酸素が入ってない、うん、はい。そしたらね、ちょっとね、危ないですね、こんな食べない。今までこんな長い期間食べないことってないでしょ。うん、そうですね、なんかたまに1ヶ月半ぐらいはこの冬の時期はちょっと食べなかったりもしたんですけど、うん、そうなんです。でも排泄物ってさ、大体元気な時は毎日うんちもおしっこもしますよね、はいはい、全然その元気な感じで食べないとかでは。で、今朝はしてたのはこれうんちもおしっこもしてたの？あ、おしっこだけです。あ、今日おしっこだけ、はい、で、おしっこでその前にしたのは昨日もしてました。昨日してました。ちょっと水を多めにあげて。おしっこはいつも毎日出てたわけですね。はい、最近は。うんちは？うんちは、この血便ではいつの話だ？この2週。血便は2、3週間前ぐらいに、はい、血便、はい、ね、何回かして、もう血便なのか何かお尻に傷があって血便なのかもちょっとよくわからないような感じだったんですけど、なんか脱皮をして、なんかお尻に血の塊みたいなのがついてたんですけど、脱皮をした時に全部取れたんです。いい、見た。した時にそれが綺麗に取れたら、はい、ICU もちょっと入れといて、3時で酸素。わかりました。そしたらですね、うん、ちょっと今からね、呼吸苦しそうだから、うん、酸素の部屋にちょっと入れさせてもらって、うん、温めます、うん、でその間にちょっとレントゲンの準備しますから、うん、レントゲンのトップを取らさせてもらって、うんうんうん、
取ればやっぱりどうしてもちょっと横向きと正面の2方向をね、はい、私が押さえて取りますので、はい、ストレスになります、はい、で取ったらもうすぐまた酸素の部屋入れさせてもらうと、はい、でそれでまあこの場でちょっと急いで現像しますから、はい、それ見てから治療ということになります、はい、いいですか、はい、あのこういうさ最近はさ表面溶けるもどき用のさ、はい、あのパウダーとかさペレットとかさ、はい、ペースト状の あるそういうのやったことはない。あ、そのペースト状のだけ今週あまりにも食べないので、と水に溶かしてそのスポイトだと結構水を飲むことが分かったので、それでちょっと飲ませそしたらちょっと食べたので、なるほど、それはいいことですね。それであげようかなと思ったんですけど、なんか目が開かないのと口の周りになんか白口の上のところに、要はね食べてないからさ、うん、なんかついてね、あの感染が起きるわけですよ、ね、うん、口の中が口内炎とかさ、目の結膜炎とか目が開きづらいとかね、うん、そういうことが起きてくるし、ものすごい脱水してるしね、うん、そうか、そういうゲルのはちょっと水で溶かしてやってもらったわけね、はい、うん、そう、栄養補助ってめっちゃ大事だからさ、そういうのもしていかないとどんどん弱ってるばっかになっちゃうんでね、うん、